第2回目のテーマなんですが注目銘柄の見つけ方ということで、はい、まず日本の基幹産業である自動車業界から見ていきたいと思います。 トヨタ、ホンダ日産のチャートとアメリカのテスラのチャートを並べてみましたがトヨタ過去最高の営業利益などの発表を受けて株価上昇傾向にあります一方でマイナス成長の懸念でテスラは一時期よりもまあ低迷していると自動車メーカーの株価が特に影響を受けやすい要因まあいろいろあると思うんですけれどもまあでも分かりやすいのは日産ですよカロル・ス・ゴーンがいなくなって株価低迷してますよね,すねこれはも、ま、う、あ、典型的な GTC ですね、うん 日産が再浮上することはないと思います。断言しましたね。<laughs> <laughs> 本当ですか <laughs>？まあでも確かにこう株価だけ見てみるとトヨタもホンダも10年前よりぐっと上がっているのに日産はむしろ下がっちゃってるわけですよね、うん。トヨはだって第二のカルドスゴーン怖くて来れないでしょ。日本に来たら捕まるかもしれないですよ。うん、こんな怖い会社行けねえよってなるからラツワン経営者来ないんで。うん ま10年単位で低迷するっていう。今もうトヨタって日産のもう十数倍になってるんですよね。<laughs> トヨタとホンダと日産ってなんとなくこうビッグスリーみたいなイメージがありますけども2.3、うんはい、兆と57兆なあ20倍以上、うん、それぐらい差がついちゃってるっていうのがすすごいですよねうん、うん、だからホンダと日産が一番わかりやすいよね。ねはい、トヨタがもう57兆でホンダが9兆ってやっ,やっぱトヨタって販売台数の差だとここまでの差はならないんですけれどもやっぱり収益力とかの差ですごいですねそうでうすね。 ここ1年は上がってるトヨタ、ヨタそしてテスラですね、はい。それこそやっぱ2020年、21年ってもう EV の注目がすごく集まって、テスラはあの時も世界で今の NVDA みたいにまあ一番注目されてて、うん、まあトヨタを抜いてから一気に2倍、3倍って上がってきましたよね。うん、でも今年この1、2年はまあご覧の通りテスラ株も結構。 厳しくなってきていて逆にトヨタは円安とか意外とハイブリッドが売れてますとか、えー、いうことでちょっと EVHV めぐってこといろいろ見方が変わってきている、うんまあ、あのいくつかその考えなければいけない変数っていうのはあって一つはウクライナ戦争 なんですよね。うん、EU のエネルギー政策が変化してきてるんですよううですね。環境に対する意識がかなり変わってきてますかね。かそ,そ,うねそうなんですよ。環境意識は高いんだけど、はい、でもロシアからのガスパイプラインが止まったっていうのはすごいやっぱ特にドイツとかにとっては打撃で、はい、だそのイーブイシフトっていうのがそれこそ原発政策とかまで変わってきてますから、ね。うん、ただまあプラス材料として僕は見てるのは原子力発電が、はい 見直されてきてきいるそれもウクライナ戦争がおそらくきっかけだと思うんですけど、はい、要はガスの量天然ガスの料金がめちゃくちゃあの価格上がってきてるんでそれはヨーロッパも日本も、まあ、アメリカも一緒なんだと思いますけど、まあ、原発再稼働しないと厳しいよねってなるし、うん、廃炉を遅らせようかともなるしっていうことは電力料金は下がる傾向に長期的にはなると思うんですよね。うん、もう一個はその原子力 発電で止められないんで、うん、夜間夜間あまり使われてない時間帯も発電しててそれが余ってるんですね、うん、でこの余った電力を EV に充電しましょうっていうのが EV ビジネスの一つのポイントになってるんでそこは EV にとっては追い風なんですよなるほどで逆にトヨタはどうしてるかっていうと比較的環境とかに無頓着なブリックスみたいな、はい、まあ中国除くブリックスみたいなところに結構 注力してる、うん、と思うんですね中国は逆に国策として EV 売りたいから、はい、EV って部品点数が少ないんですよ。うん、でもう一つはガソリンエンジン作んなくていいんで、うん、ガソリンエンジンっていうのはシミュレーションの世界じゃないんで実際に実験してノウハウを蓄積していかなきゃいけないんですね。うん、だからやっぱりすごくハードルが高いんですよ。はい、いやそれがやらなくていいんで EV は。 あの楽に作れるとまあそれだけ中国の参入もやりやすかったでやりで今過剰生産が問題になってるわけですよね。あとはまあギガキャストとか、はい、そういった製造技術の変化みたいなところもちょっと注目して見ていかなければいけない。うん、その車を一体で生産してしてまうっていう、うん、まあテスラとかが導入してるやつですね。はい、部品がすごく少ないいっていう、うん ですねうん、だから結構その EV は何十年のスパンでいうとガラッとこうマーケット変えていくかもしれないですけど少なくともこの1年でいうと堀江さんおっしゃったような欧州の話とかあるいは中国の生産だとかそれでまあ価格競争も厳しくなってまあひょっとしたらこれトランプになったらまた逆風がもう一個加わるかもしれないですけれどもちょ,ちょっとその12年の短期的なスパンでの逆風がかなり強く吹いてるって感じだと思うんですよ、うんうん、ただそそここで,ですううから,だからすですでに。 テスラはソフトウェアをニューラルネットワークベースに変えたんですね、うん、かなり大規模な行動になってくるとメンテナンスがすごく大,だあの大変なんですよ、はい、それを AI にメンテナンスさせるっていう大胆なソフトウェアの変更を行ったんですけど<ー>テスラは、はい、まあそういったことができてくると自動運転がめちゃくちゃ近くなるんですよ完全自動運転、うんうん、完全に生成 AI ベースになっちゃうと 劇的に進化してしてままう可能性がすごく高まったかなと思っった時に、うん、EV はやっぱりそれがやりやりすいそれでいうとその2020年21年の,あのテスラ株が上がった時ってそれこそ自動運転との関連でもてはやされたところもあったと思うんですけどそ,その自動運転の期待は変わってないどころかむしろ加速してると AI も相まって。 となると、今こう短期的な逆風で下がってるテスラ株は、これ堀江さん的にはちょっと魅力あるって感じなんです。まあ、そうなりますよね。そのトヨタとテスラを比べたらね。はい、もう一個あるんですよ。ポイントとして、なんでかって思うのは。はい 続いて製薬業界見ていきたいと思います<薬>日本の時価総額ランキング上位3位と、はい、そして健康被害のニュースで連日取り上げられてきた小林製薬ですね日本の製薬メーカーじゃなくてあの、はい、海外の株とか見たいです,ーです、ね、イーライリリーとかね、うん、今イーライリリーってすっごい伸びてんす、はい、俺買っとけばよかったと思って <laughs> マジでイライラリー今世界一位なんですよね<う>製薬ででその肥満症治療薬でバズったんですよそう,そうでノボノルディクスもあの肥満薬持ってて<う>今だ肥満薬とかアルツハイマーとかその辺がもう一気にこう特に肥満薬なんですよ、うん、でこれが核心だったんですよ、うん、この g l p 1受動体作動薬って僕も使ったんで、はい、劇的に痩せるんですよ、はい、まあでも肥満ってでも本当にグローバルにこう治したいっていう人も ももののすすすすごごいいい数でででるわけですからものすごい圧倒的なマーケットですよね、うん、あとはその予防っていう意味でもね、うん、特に日本人なんかはその膵臓が弱いんで、はい、すぐ糖尿病になっちゃうんですよ。はい、なんでその予防をしましょうみたいな、うん、多分もうめちゃくちゃ出てますよこの薬。 最初に注射したのの多分5年ぐらい前でその前でそイーラー・リリーの株価そんなに高くなかったと思うんだよねでも本当堀江さんの行動力すごいっすねなんかこう堀江さんがこれ冒頭に「あの国内の製薬会社よりも海外でしょ」って言ったのはまさにその通りで海外の一握りの企業がどんどん強くなってるのが製薬業界の構図なんですよね。やっっぱりグローバルブランドって売れますし それでででで稼いだお金で圧倒的な研究開発投資できるので例えばその数年前まで日本だと武田がトップでしたけどもあの武田とその他の海外企業の株価をこう相対的に見たりすると残念ながらやっぱ日本企業コロナでもグローバルになかなか活躍できなかったとっいうのは実態ですよねだこの辺の差というのは基本構図として続きやすいというのは実態かなと思いますねまただここも AI を考えなければいけなくて AI で創薬が変わるんですよね。 基本的に薬というのは、うん、レセプターですね。うん、にパチンってハマる薬が必要なんですよ、はい、物質が。はいはい、AI だといろんな組み合わせの中から見つけてくれるんですよ。うん、このレセプターにはまる物質はこんな感じの分子構造ですみたいな、はいはいはい。言い換えるとそのアメリカの、アメリカとかヨーロッパの超巨大企業じゃなくても、小さい企業でもものすごいブレイクスルーが生まれうるってことなんですかそうです,そうです、そうで、ん、す。コロナの 治療薬の時、はい、モデルナとドイツの、えー、ビオン,ンテックって会社があるんですけど、はいはい、モデルナアドベンチャーなわけですけど、結構株価が上がりましたから、ね、そうですね。ビオンテックはそこまでの力っていうか資金力が多分なくて、まあ、あのファイザーと組んだんですけど、はい、でもファイザーがやったのって知見とかなんで、はい、大規模な知見をやって、マーケティングをするっていうところは、うん ファイザーとやったけども、はいまあ、ビオンテックはかなりの部分を自分たちでやったんですけど、はい、あれはまあ RNA 創薬の分野ですけどいわゆる伝統的など真ん中の薬みたいなものも作られるようになる可能性は高いですね。ドベンチャーな。 モデルナとかイーライリリーになってるような銘柄今ないですかね <laughs> だからそれは探索するしかないですねこう,うこういう視点で探していけば見つかるかもとかああそうですねそういう視点で探していけば見つかるかもしれないけどそれは例えばコロナみたいなイベントが起きることがきっかけではい 注目されるかもしれない。まあコロナは非連続のショックですからね。そうだからあれがなかったら R N A 創薬っていうか R N A ワクチンなんて絶対実現したかったと思いますよ。はい、A I での創薬みたいなことを、はい。 やってる会社は注目。うん、一社がバケルすごく化けるかもしれないです、ねうん。僕も最近もうこれはベンチャー投資ですけど、はい、アンチキャンサーテクノロジーズって会社に投資をしたんですけど、膵臓癌とかあのスキルスイガとか、はい、こういったものの治療薬を作ってる会社なんですけど、えー、日,本日本のスタートアップですね。日本のスタートアップですね。大学発ベンチャーですね。うん、これはす AI を活用したす、ね。ここもそうですね。そのターゲットの物質 AI を結構活用していて。うん そういった視点で見てみるとね、はい、だからあの大きなメーカーさんがずっと勝ち続けるかっていうとそうはそうでもないかなもちろん大きなメーカーさんもそういったところには当然投下をするんでリソースをねそして最後ぜひ半導体業界も見たいと思うんですがこう、はい、伺いたいんですけどそのいずれ上場するかもしれないって言われてますけどこれさどれぐらい評価してます 日本の半導体産業ってトレンドに誤って失敗の連続でトレンドに乗っかったのは悪くはないと思います、うん、上場企業とか投資なんかバカバカしくてやってらんねえよぐらいなリターンを叩き出すのと、うん、この番組やってたら買いだよとかって言ってたと思います <music> <music>